YouTube 市民の諸君ごきげんよう、バッタモンだ。このチャンネルでは、納金娯楽映画釣りの私が映像作品の感想を語っていく。今回は、一応劇場での上映もやっているが、普通にテレビシリーズのアニメ作品、推しの子をレビューしていこうと思う。このタイトルと表紙だけを見て、どんな内容を思い浮かべる？私は単行本が1巻しか出ていない頃、表紙に目を引かれて内容も調べずに買ったんだが、ページをめくるたびにこの表紙からは全く想像できない物語が描かれていた。どんでん返しの連続で話題となっていた本作は、90分拡大のテレビ第1話、劇場での先行上映も行うなど、制作陣の気合がにじみ出している。ちなみに言っておくと、この作品はアイドルをはじめとする芸能人にガチ恋してる人間にはあまりおすすめできる作品ではない。特に恋愛報道が出ようもんなら全力で叩いてくるようなやつには心臓をえぐり出してそのままオーバースローでぶん投げるほどパンチの効いたセリフが数多く登場する。ほんと誰が予想したよこんなの。田舎の病院で医師をやっている五郎は、研修医時代に出会った少女の影響でアイドルグループ B 小町のセンター、愛の熱烈な信者となっていた。そんな彼女が体調不良で活動休止を発表したかと思えば、あろうことか妊娠した状態で病院にやってくる。衝撃を隠せない五郎だったが、出産を望む彼女を全力でサポートすることを約束し予定日を迎えた。だがその日の帰り道、愛のストーカーが現れ、彼は崖から突き落とされてしまう。目を覚ますと、なんと愛の子供として転生していた。1話では単行本1巻の内容をほとんどまるっと最後まで映像化しているんだが、物語は主に3幕に分けられる。ここまでが第1幕だ。もうすでに声が、この先さらなる急展開が待っている。未成年アイドルの妊娠・出産というテーマを扱っているが、当の本人が楽観的すぎる性格なのと、ダイジェストのように描かれているので、そこまで重くなることはない。本来は物語後半の描写になるが、分かりやすくするために愛について少し説明を挟んでおこう。彼女はミリ単位で計算した笑顔を振りまくことができる天性のアイドルで、センターとして圧倒的な存在感を放っていた。だがその過去は決して明るいものではなく、シングルマザーのもと虐待を受ける日々、母親が窃盗で捕まった後は施設で育ってきた。そんな経緯から事務所のスカウトも最初は断っていたが、愛する対象を欲していた彼女は、社長の嘘が本当になるかもしれないという言葉を聞いて、ファンを愛せるようにアイドルを目指す。子供を産んだのも家族を欲していたのと、母親になれば子供を愛せると思ったからだ。そんな彼女のもとに転生した五郎は、アクアマリンと名付けられる。とんでもないキラキラネームだ。そしてもう一人、双子の妹ルビーが生まれる。実は彼女も転生した人間であり、夜な夜な愛のアンチと暴言レスバトルを繰り広げている。どちらも前世の記憶があるため、赤ちゃんとは思えない言動を繰り返すが、良くも悪くも現実的な考えのキャラクターしか登場しない本作では、誰も転生なんて考えることはしなかった。この辺りから物語の本質に触れつつ、ポップな展開が始まる。そしてようやくダブルネーミングとなっていたタイトル、推しの子の本当の意味が判明したというわけだ。まさかそっちの視点とは。もう一度言っておくと、この後2回衝撃があるからな。双子のことは世間に隠し、アイドルとして復帰した愛は、しばらくは仕事に伸び悩んでいたが、1年が過ぎる頃には徐々に幅を広げていき、ドラマに早くで出演することになる。そこで出会った監督は、アクアの不気味さを気に入り、次回作では愛を主役にすることを条件に、アクアにも出演をオファーする。こうして彼は、奇妙な形で芸能界に片足を突っ込むことになる。愛が20歳になる頃には、さらに活躍の場を広げ、B コマ氏はドームライブを行えるほど飛躍していた。双子は幼稚園に入園し、そこで保護者向けのダンスを踊ることになるが、ルビーはこれを極端に嫌がる。それは彼女こそ、五郎が研修医時代に出会った少女で、人生のほとんどを病室で過ごし、運動なんてしないまま短い生涯を終えていたからだ。だが、愛の励ましと彼女譲りの抜群のセンスで、自由に動ける体を手にしたルビーは過去を払拭する。ライブ当日、愛の自宅に来客が訪れ、ドアを開けると、そこにいたのはあの時のストーカーだった。彼女は腹部を刺され、命を落としてしまう。そして犯人は数時間後に自殺をする。怒涛の急展開！
これまで読んだ漫画の中で最も衝撃を受けた瞬間だった。このシーンはめちゃくちゃ泣けるぞ。なんといってもアクアは医者だったからな。刺された位置と出血量から重傷であることをすぐに見抜いている。アニメではものすごく繊細に描かれていて、最初はなんだか違和感のあった瞳の星が、ここで最高の仕事をしてくれている。ここまでが第2幕と言えるだろう。何がすごいって、これまだプロローグの段階なんだよ。この先の物語を描くための基盤作りの段階だ。ガンダムで言うとジオン大君暗殺あたりだからな、これ。葬儀を終え、生きる希望を失っていたアクアだったが、あることに気づく。それは、犯人がどうやって住所を突き止めたかだ。仕事が順調に進み、セキュリティもしっかりしたマンションに引っ越したばかり。双子のことを知るのはごく一部の人間だけ。ただの学生であった犯人には、病院の件も含め、到底探せるスキルはない。考えられる可能性は、黒幕が内通者であること。それは最も近くて、最も遠い存在。おそらくは業界の関係者である、自分たちの父親。親子関係にある以上、DNA さえ鑑定できれば突き止めることができる。愛の死の原因を作った黒幕に復讐するため、アクアは芸能界に踏み込む決意をする。そして時は流れ、二人は中学の入学式を迎えた。こうして物語は第2話へ続いていく。そう、これはまだ第1話だ。なんなら0話とも言える。今後シリアスな展開も増えてくるが、物語の本質は芸能界の光と影、人と人のつながりだ。特に現代らしく、SNS による誹謗中傷や表舞台に立つ人間の本音を生々しく描いている。それでも重くなりすぎず、コミカルな会話も挟まれているので、まだ見てないという人はぜひ視聴してみてくれ。もう見たという人は感想を教えてくれるとありがたい。今回は以上だ。他にもレビューしてほしい作品があればコメント欄まで頼む。ではまた会おう。